上田が全然違うものに対して言う例えツッコミで後を書いておお、はい、菅谷さん、はい、後を書いて加藤愛ぐらい違う。残念。あお、あれ残念です。そういうこと、はい、どうぞ。ニキビとビキニぐらい違えよ。違う。違います。あれ、いいですよ、はい、ね、はい、アンライスとハンライスぐらい違うよ。正解だ。そうなんあとを書いと全然違うものといえば加藤愛ですが、アンライスと全然違うものといえば何でしょう。こちらが問題でした。正解はハンライスだったんですけど、まあまあいいでしょう、はい、ビキニとニキビぐらい違うよ。もうよく出ましたね。そっちも思いついたんですけど、うわ悔しいです、めっちゃ。